どうもバーンです、今日はローテーションの一環で2号機を持ってきました、2号機ね、前回昼間に飛ばしました、その時ね、家族が来てくれて、で、まあね、家族っていうこともありましてですね、この2号機の特徴である自動操縦の様子をね、自慢したんですよ。プロポをこんな風に見せて、今何も触ってないんだぞとか言ってね。ところがですよ、後で家族がですね、こんな意見をね、言ってくれたんですね。自動操縦するんだったら何が楽しいのと。あなたは、ラジコン飛行機やってて操縦するのが楽しいんじゃないのに自動操縦して何やってんのと、そこの、理解が分からなかったというふうなご意見というか、意見をもらったわけですね。あ、これは最もだなというふうに思いましたね。でも自分自身自動操縦装置をつけてみて楽しいんですよ。でも自分は操縦してないんですよね。まあでも実際にはですね、今からお見せいたしますけれども、飛ばすところであるとか、それから着陸させるところですね、そういうところは自分でやらんとあかんわけですね。自動操縦はあくまでも、GPS で登録したポイント、まあ具体的にはね、あの石の辺なんですよ。もうちょっと向こうかな。で、そこに、帰ってくるんですね。登録の仕方はですね、電源入れて、で、なんか、ボタンを長押しとか、なんかそんなんなんですよ。で、まあ、登録地点は基本変えないですね。僕の場合、飛行場所は変えないんで。で、なんでこんなことをしてるかって言ったら、万が一、遠くに行って、点のような飛行状態になって、どっち向いてるかわからないというような時にですね、簡単に安全に戻ってくる。安全装置の一環としてつけてるわけなんですね。だから遊びというよりかはですね、安全装置の一環という位置づけなんですけど、僕自身はですね、うわ、戻ってきた、嬉しいというふうなね、思いもありますし、あと、自動操縦中は、映像が非常に安定してますんで、そういう綺麗な映像が撮れるっていうね、こともあるんですけど、自分自身何が楽しいんだろうというのをですね、今一度、今日はちょっと探してみようというふうに思います。皆さんも、どこが楽しいんだというのをですね、ちょっとご意見ねいただければなというふうに思います。それでは、準備していきます。はい、どうもです。そうしましたら朝日に向けてテイクオフです。今日はね、稜線からの朝日が拝めそうです。日の出の時刻よりも1分か2分ぐらい経ってから、テイクオフさせればですね、山の上からの日の出が見れるかもしれないですね。日の出の時刻ドンピシャだと山の稜線を登ってくる時間がねかかりますんで、ちょっとその辺をサバ読みつつ上空で日の出がね見られればなというふうに思います。これまだ成功したことないです。で、ですね、あとそれからバッテリーとかのね情報もお伝えしておきますと、前回と全く同様です。3セルの 650mAh ですね。残量 99% です。プロペラは5インチピッチ浅めオレンジですね。そして、GPS センサーを搭載しています。カメラはインスタ36052横マウントですね。このマウントの仕方は非常にねブレが少なく、撮影できる方式だなというふうに思ってます。服用機の上に乗せるということでクッションが効いているものというふうに思います。やっぱり本体に装着している、機体よりもですね、ブレが少ないように感じます。それではテイクオフですけども、飛行時間は3分を予定します。それではテイクオフです。
残念ながら日の出がまだです。バッテリー変えます。バッテリー交換回りに合いました。それでは2本目テイクオフです。はい、どうもです。着陸はねバッチリ決まったんですけれども、太陽がまさに、山の稜線から出てくるという瞬間にはですね、太陽の方向いてませんでしてですね、で出た瞬間に太陽の方に機首を向けたんですけども、ドンピシャではなかったですね。これは本当難しい。何やってるんですか。で、自動操縦なんですけどちょっと不調です。自動操縦に切り替えたらやたら高度が下がるんですね。エレベーターの調整が あんまりよろしくないものというふうに考えられますね。自動操縦中にエレベーターのトリムがどういうふうな状態でどういうふうな設定になるのかというのはですね、自動操縦くんがですね、エレベーターも操縦するんですよ。なので、エレベーターくんがですね、機体の高度を下げようとしてるんですね。これがなぜなのかがちょっとよく分かってないんですね。仕組みとかね。まあ、とりあえずその辺は研究課題です。あと、着陸は決まるようになりましたけども、日の出の瞬間を捉えることはまだまだできてないということですね。山の稜線から出るのにはですね、5分ぐらい時間がね、経たないと、出ないなという、太陽が出ないなというふうに思いました。それもね、山の位置によりけりといったところもあるかと思います。本日以上です。ではでは。